こんばんは。かずやさん、りささん、うどむさん、やするぱんさん、深みどりさん、やすべえさん、あおきじさん、ミニマロンさん、コナンさん、どんちゃん、ゆうちゃさん、カピバラミキアさん、たっくんさん、こんばんは。ワッフィーさん、エレメンツさん、つばさほしいさん、あきやんさん、ルーマモさん、ゆみやんさん、ももげんさん、こんばんは。ほずみさん、たけるくん、にゃおさん、つよぽんさん、えんじょうさん、かんさん、はねうまさん。朝変わった？マジ？見てないや。たっくんさん、にっしゃんさん、こんばんは。24フレットさん、ダニーさん、こんばんは。そう、パネルが届いたんです。そう。でも全部映らないパネル、この距離だと。帝国さん、ときめきこばさん、のりともさん、ぼくれんぱさらんさん、こんばんは。マジ？あーしゃ見てないな。え、私変わってなかったんだけど、配信始めるとき。実物大？実物大？ああ、こっちの方が顔でかいです。近づいたら、あ、そりゃそうか。さすがにこんなに顔でかくないよね。へえ、いわちゃん、こんばんは。私まだ変わってない。あーしゃ、コラボ配信かと思った。イキリカとコラボです。ジュンさん、こんばんは。変わっとんだ。へえ、私まだ変わってない。篠田さん、アンダーフォレストさん、ジュンさん、こんばんは。服はあんま触れないでください。これはまたどっかで着るつもりなんで。カピバラミキアさん、ハートありがとうございます。これはお話し会で着ようと思って買った服。うどんさん、かわいいギフトありがとうございます。それじゃあかんのです。まあいいけどね、別に。来ちゃった。デランローサさん、こんばんは。ムンゴさん、こんばんは。ばあちゃんさん、こんばんは。ゆっくんさん、せいちゃん、こんばんは。後ろのパネルいいでしょう。ゆきりかさんです。エリックさん、こんばんは。こだまさん、こんばんは。あーちゃん、こんばんは。何も書いてないの？宛名は書いてないです。宛名はなしにしました。けど書いてるよ。サインとかは書いてる。今日は早く寝ようと思ってたから、早い時間の配信助かる。私も今日は早く寝ようと思って、早くした。イサクさん、マイクさん、こんばんは。ヒロちゃん、こんばんは。過去一でかいね。過去一。そう、めっちゃでかい。エリックさん、ユリカさん、こんばんは。
うどむさん、やすルパンさん、かわいいギフト、ありがとうございます。洗濯ができた。関さん、こんばんは。闇の管理人さん、こんばんは。明日三畳起きなんで助かります。おう、じゃあみんなで今日は早く寝ようじゃないか。あきもさん、こんばんは。私も今日は早く寝る。もう眠いから昼寝しようかと思ったんですけど、先に配信やっちゃおうと思って、先に配信した。40分になったら誰か教えてほしいな。19時40分。池尾さん、こんばんは。いつも1時くらいに寝る。まあでもそうなるよね。私も服素敵ですね、ありがとうございます。まあこれ上のは別の服なんですけど、下を見せたくない。上は全然見せても。ご飯はまだ食べてないですけど、まだお腹空いてない、いっぱい食べてるから。昨日の配信の教訓。ガクヤンさん、こんばんは。まさかずさん、こんばんは。昨日はでも結構早く寝ました。2時過ぎとかに寝ました。1時58までは携帯を触ってて、その後でもすぐ寝たので、2時過ぎとかには寝たと思います。もうたくさん食べた、やばいと思ってる。あ、そうそう、昨日眠かった。そうそう、だから今日は早い時間にしてます。何、何人。寝れた寝れた。でも割と早起きしました。7時間ぐらい。最近7時間だ。昨日も7時間、一昨日はもう6時間とか。じいじさん、いでまるさん、こんばんは。そろそろ12時間ぐらい寝たいけど、でも本当には良くないから慣れなきゃ。素敵なコラボ配信ですね。こんばんは。ゆきさんとコラボしてます。無口のゆきさんです。おてもちゃん、赤ヘルサンタさん、こんばんは。私の頭が反射してる。おかえりタワーの返信僕が見れてただけ。うん、私が広島で配信をしてないからできてないだけです。あのあとすぐ東京行ったからできてないんです。東京。どっちが本物ですか。どっちも本物です。こちらが本物です。これ見えないね、白いペンで書いてるの。きょうさん、こんばんは。そう、タイミングがないんですよ。だからまたいつか。 M44 さん、こんばんは。あ、7時40分になりましたか。じゃあ終わります。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。って19時40分になったら教えてくださいって言ったんです。19時40分のお知らせ来たので。高則さん、こんばんは。カムカバーさん、こんばんは。お見合いよ、お見合いに使おうかな。
じゃあこんばんは。40分、そう、最初にね私が言ったの、19時40分になったらそろそろ終わるので教えてくださいって言ったの。そしたらさっき19時40分っていうお知らせが来たからコメント欄で終わろうって言ったんです。全然15分で終わるとか決めてないですよ。40分になったら教えてくださいって言ったんです。そしたら教えてくれたから。あ、20時40、そういうことか。じゃあ今は19時40分なのか、そういうことか。あ、そっか、自分半から始めたんか。てっきり19時から始めて19時40分に終わろうと思ってたの。だから40分になったら教えてって言ってたんです。ってことは違うのか、20時20分だわ。違うわ、20時10分だ。40分間ぐらい配信しようと思ってるから20時10分だね。19時40分じゃないわ。そういうことか。あきたん、こんばんは。私は19時から始めたつもりだったから40分になったら終わるって思って。そういうこと？じゃあ意外と誰も突っ込まなかったじゃん。私19時40分に終わりますって配信始めた瞬間に言ったんですよ。誰も何も言わないから。三浦みのるさん、こんばんは。浜の橋立て、そう、20時10分ぐらいだわ。こたつ猫さん、こんばんは。そこ聞いてなかった？そう、配信始めた瞬間に19時40分ぐらいに終わるんで教えてくださいって言ったんです。あ、そういうこと？なんか始まるかと思った。みんな聞いてないのか。一人だけ聞いとったわ。一人だけ教えてくれたわ。そういうことね。違った違った、違います。20時10分ぐらいでいいですね。終わるとは思わなかった。なんか始まると思った逆に。あ、歯にリップついてる。りょうくさん、こんばんは。着物かと思った。これ着物なんか、ま、20時なんか発表があるのかと思った。なんもないです。だいたい40分ぐらいしようと思って。お知らせないな、何も知らせることないよ。今日は太鼓の達人のマイワチを買いに行ったんです。あの取扱店舗2店舗目に、そう、行ったんですよ。マイワチが欲しくて、公式の売ってるところに。ハリーさん、ジャクソンさん、こんばんは。そしたらなんと売り切れだったんです。売ってたんです。販売中ってなってて、そう、レジのとこ行ったら売り切れっていうシールが貼られてました。なんと2店舗目も無理だった。セントになった。え、そうそう、スーヤさん、こんばんは。結構買えないのかな。普通に通販だったら買えるの。逆に2店舗行きました。イオンモール普通もう終わったってことか。どのタイプが欲しいって。優先順位は青、黄色、赤です。後ろのこれは落語のグッズです。落語のグッズでした。
後の時に販売されたグッズです。バンダイナムコのサイトを見てみたんですよ。でそこに書かれてあるところに店舗行ったの。広島はもう取り扱い店舗少ないしない。愛媛とか2店舗しかない。シロタこんばんは。なるほど、そう令和落語のねグッズです。これはもうでも買えないけど、とっちゃんこんばんは。宮島遠い遠い、広島も遠いんですよ。なんかマイドさんこんばんは、ゾロリさん、むっちゃんさんこんばんは。そう、ゆきりかとゆきりかがコラボしてます。似てる。おでんさんこんばんは。似てます。前髪が違うね。でもメイク変えてないです。リップが薄いね、濃い薄い。あと前髪が違います。こんな感じです。一緒。そう、広島も遠いんですよ。めっちゃ遠い。一番ね、つまさわなんちゃらさん、かわいいギフトありがとうございます。源氏さんこんばんは。あ、ブロマイドはまだ買えるんだ。だってこのなんだっけ、これパネルは買えないけど、ブロマイドはまだ買えるらしいです。夏猫さんハートありがとうございます。令和落語のサイトから。今日服装、今日は暑いね。暑いわ。そう、ブロマイド種類多い多い多いけど、枚数ある。そう、ぜひ。おしゃれなお洋服ですね。ありがとうございます。ヨドバシのサイトで買えるの。あの等身大ではないです。全身ないから等身大とは言えないけど、上半身は等身大よりは大きいです。顔は等身大より大きい。全身ないからね、これお腹ぐらいで切れてるんです。筋肉くんこんばんは。在庫ありになってる。なんかもう買えなすぎていらんくなってきた今一瞬で。前待ち今一瞬でいらんなって思った。ポートレート顔はでかいです。実物よりこれは。いいです。いや、もう手に入らなすぎてもうめんどくさくなってきた。猫ひでさんこんばんは。リッチャーさんギフトありがとうございます。臭いかと思った。尊いか。尊い
ありがとうございます。ノーウェイマーさん、こんばんは。ショールームの朝もね、変わったみたい。私まだ変わってない。スズリンタンさん、こんばんは。カピバラミキアさん、タコありがとうございます。雪にか肌綺麗だよねって。綺麗にする秘訣はたくさん寝ることです。あとはもうたくさん食べることです。以上。目悪かったら臭いに見える。尊い。リコチからアドバイスは、アドバイスなかったけど、でもリコチとは結構喋りました、落語の。猫ひでさん、いいね、ありがとうございます。みずちゃんさん、アイスありがとうございます。てつじさん、こんばんは。そう、お洋服、そう、珍しいワンピースなんですよ。なんかたくさん寝てるのに肌綺麗になりません。なんか普通に生活してたらいいんです。さとしんさん、こんばんは。意外とあんま気にしすぎない方がいいのか。ワンピース珍しい。そうですか。私ワンピース着ないっけ。まあでもレッスンが多かったからレッスン着とか多いもんね、夜は。大人っぽい。そう、スナイデルです。最近ハマってるブランドです。服のいっぱい寝れるにはどうしたらいいですか。時間あるんだったら、もう寝まくる。もうどうしたらいいっていうか、普通に寝てたらいっぱい寝る。逆にもう起きようとしなかったら永遠に寝れる。そう、すなえてる。かわいいかわいい。なぎさん、こんばんは。絆の日ですが、ファンの絆を感じてくれますか。感じてますよ。ファンの絆は最近おかえりうちわで感じました。みんな一つ一つ持ってて、ちょっと足が痛くなった。やっとこしょ。こうさん、こんばんは。どうもです。キュンデスおじさん、こんばんは。キュン。歳なのでいっぱい寝れない。マジ。じゃあ私はまだ歳じゃない。よく言うよね、ばあちゃんとか寝れないって言うもんね。今日ポンジュースのグミ買った。どこで。普通に売ってたの、コンビニとかに。見えるか心配してた。最初は分かんなかったんですけど、そう、分かった、見えた。ガモスさん、こんばんは。今日ハンバーグいいじゃん、私の好きな食べ物。ハンバーグ。あ、インスタ。そうそう、ある時ないとき。ある時
晩ご飯はまだ食べてない。え、ポンジュースのグミわかるよ、私も食べたことある。おかえりかでしょ。おかえり。今日私はねアイス食べて、ラーメンとチャーハンセット食べて、あとなんかカフェみたいなとこのなんか味噌の蒸しパンみたいなの食べて、その後ジェラート食べました。ジェラート食べて何食べたっけな、まあめっちゃ食べました。フォローしました、ありがとうございます。こんばんは、あいたかさん、こんばんは。餃子の王将じゃないけどね。めっちゃ食べてない、めっちゃ食べたんですよ。そうなの、だからちょっと夜ご飯は今きついから先に配信してる、後で食べる。オルフェーブルさん、こんばんは。スルーパンさん、こんばんは。でも昨日もひどいですよ。昨日はまずうどんとおにぎり2個セットで、そう、せっかく痩せたんですけどね、まあまた痩せるわすぐ。ともさん、こんばんは。そう、昨日はうどんとおにぎり2個セットにカフェラテ付きで焼き鳥でいっぱい食べて、その後ナポリタン、夜ご飯2回食べたの。ご飯食べてきます、いってらっしゃい。昼ご飯、朝ご飯はパンです、パン屋さんので、昼に肉うどんのおにぎり2個セットカフェラテで、夜ご飯に焼き鳥屋さんで焼き鳥いっぱい食べて、でもうちょっと夜にナポリタン食べました、ドリンクバー付き。本当おにぎりとカフェオレが昨日の私の一日のご飯。春の炭水化物祭り、そうなんよ、別に食べたいわけじゃなかったんだけどね。宮本さん、猫パンダさん、こんばんは。まあでもまだそんなに太ってはない、一回でもちょっと絞れたらそんなすぐには太らないから。宮本さん、こんばんは。聞いてるだけでお腹いっぱいになりそう。本当に直樹さん、高さん、こんばんは。今日はでもまだラーメン、チャーハン、アイスとジェラート、あとカステラとかも買ったの。お話し会に向けてダイエット始めました。ダイエットするの。リーナ、リンゴさん、カズさん、こんばんは。ダイエット、あのカステラ屋さんのカステラ買ったの、なんか行列できてた。パネルかわいい、ありがとうございます。病院の先生に炭水化物やめなさいって言われた。なんで太ってるの。なんで。魚屋の雲さん、こんばんは。そう、夜ご飯まだなんですよね。ゆうぞうさん、けんしんさん、こんばんは。回転寿司20皿、まあ私もでも20皿ぐらい頑張って
アーシャはね、今日変わったのかな。今日そこにザラメついてないやつ、ふわふわのなんかカステラ、後で写真撮ろう。まだ食べてはない、買って帰っただけで。ラーメンはスープは飲まない。けどめっちゃこってりラーメン食べた、豚骨。ひーくんこんばんは。あ、今日変わったんだ、まだ見てないや。でも配信予約入れるときは変わってなかったんです。なんでだろう。ってことさっきよね、ついさっき変わってなかった。スープが命ですけど、スープは飲み切ったりしないです。ね、私はまだ見てない、変わったショールーム。コレステロール、リボンがついてる？これ？そうそう。花。今日アジサイが売ってたんですよ。かわいいって。感謝枠取りました。あ、ありがとうございます。ツーショットかな。あ、そうね、すごい変わってるっぽい。配信予約見たときまだ前の朝だったよね。そう、配信予約入れたときまだ変わってなかった。等身大ではないね。パネルはね、上半身しかないのし、大きいです、等身大より。私今前に出てるんですけど、私よりも肩幅広い、この肩。私が前に出ててあれなんで、でかいです、顔は。ほら、近づいたらでかいです。いきこさんこんばんは。アジサイはピンクが好きです。今日売ってたんですよ、スーパーにアジサイ。けど持って帰ってもなと思って。はじめまして、こんばんは。落語めちゃめちゃ良かったです。それは伝えたくてコメントしました。あら、ありがとうございます。はじめまして、こんばんは。嬉しい、落語不安だったからそう言ってもらえて嬉しいです。ありがとうございます。そう、買わなかった。アジサイの花言葉調べてはないけど、なんかわかります。冷淡無情でしょ。はじめまして、誰のファンの方なんだろう。あ、マイキューさんのファンの方。今日はゴージャスなお洋服なの。そんなゴージャスじゃないですよ。あきさんこんばんは。僕、あ、アジサイのギフト、これ違う。ホクレンパサランさんギフトありがとうございます。あ、あやパン、あやパンか。なるほどね。なるほど、なるほど。パネルはね、もう受付終わったんですよ。ブロマイドなら買えますよ、公式サイトから。令和落語のこの衣装と同じブロマイド、まだ買えます。そう、ぜひ。あ、アジサイのギフトじゃないか、スズランか。なるほど、あったのかと思った。アジサイのギフトがあるときに、私がアジサイ欲しいな、なんかやったらギフトを求めてる人みたいになっちゃう。家族っていう意味もあるんだ、へえ。じゃあそれにかけてるのかな、家族ですよねって。すごいね。アジサイが売ってたんですよ。でも欲しかったな。でも持って帰っても困って困るし。
ブロマイドぜひぜひ。4枚で1000円だったっけ。アジサイそう好きになったんです、その落語で。あ、元から好きなんですけど、そう今日売ってていいなって思ったんです。ヌッシーさんこんばんは。そう田舎だからアジサイ咲いてるんですよ普通に、なんか道路とか畑とかに。小学校の時とか登下校中に見てたんですけど、アジサイ好きって前々から言ってた。そうそう小学校の時に大きいじゃないですかアジサイって、綺麗だなと思った。漢字書けない、アジサイだと思って送ったの。私もアジサイに見えたからアジサイだよ、ピンクと青だし。ブロマイド買いました。お、ありがとうございます。しかも発送がめっちゃ早いみたいで、ブロマイドもすぐ届きます。公式サイトで買ったら1週間以内には絶対届くと思う。3日とか早くて。クリスティンさんこんばんは。そうアジサイ結構見るんですよ下校とかで、ね、下校中に目が痛い。明日か明後日には届きそうね。早か早いよね発送。だってこれも届いてるんだもん。落語1回しか見てないんだけど、2回3回見たらよかったってなりました。もう1回目見たんですかね。1回目。そうそう、なんか2回目と3回目でみんなちょっと変えてたりして、そうそう3回楽しめる感じにはなってました。ちょっとずつなんかちょっと変わってるんです、お話が。お話の途中の掛け合いとか。ティーライダーさんこんばんは。ベレッタさんこんばんは。いちか落語お疲れ様でした、ありがとうございます。アジサイ、アジサイこんなに良かったからまたやってほしいね。また会ったらね、そうだよね、また会ったらいいな。そうディレイ配信はあります。配信7月3日からブロマイド購入のサイトをゆきりかに届けてツイートしました。ありがとうございます。ゆきりかに届けてから飛べます。ブロマイド4袋で1000円かと思ってたらあやパン8000円だった。へえ。1袋に4枚入ってるってことあれ見てないんだよね、売ってるところ。うん。1袋でも4枚入ってるんだよね。じゃあ獅子16枚ってことか、全部でそれ。1枚にランダムで4枚入り1000円。うーん、1袋にか。L 版は2枚だよね。ん、 L 版は4枚かで、もう一個大きいやつが2枚。へえ、8000も結構痛いですね。8000、なるほど。1袋に4枚入ってそれが1000円です。が計4種類あるんだね。1枚かと思ってました。だから4枚取ったってことか。エレバンブロマイドもコンプしましたね。すごいすごいです
2人分でしょ。パッと見4枚に見えなかった。なるほどね。で1枚かと思ったってことか。それが、写真同じだし誕生日近いな、ちょっと親近感。うん、じゃあもうすぐだ、誕生日もうすぐってことじゃん。誕生日もうすぐじゃん。じゃあまさふみさんこんばんは。紛らわしい。確かに、でもまあこれからネットで買う人は間違いないから、確かに現地で分かりづらかったのか、どんな感じで販売されてたのか見てないから、物販はいけてないんだよね。ね、6月もうすぐ。ヒロさんこんばんは。後ろのパネルの写真素敵ですね。ありがとうございます。落語をした時のです。え、飾るね、迷ってる、しまうか飾るか。スタッフさんが説明してくれた。うん、それはよかった。でも配信のバッグにはしません、こんな毎日ね、紛らわしいし、こんな毎日いても。毎日とかはやらないよ、今日だけです。ゆきさん、大優作さんこんばんは。欲しいなって。ブロマイドならまだ買えるよ、4枚1000円、令和落語4枚1000円、ブロマイドでもいいんじゃない、どうですか。今月末のお話がおしましになっちゃうんだけど、行きそうだったらお話か、お、ぜひぜひ来てください、気になる。ぜひぜひ、はじめましてなのでぜひぜひ待っておりますので、いつでも来てください。チョロさんこんばんは。ウドムさんかわいいギフトありがとうございます。右の人おとなしいですねって。そうなのよ、今日は私が喋るから黙らしてます。そんなに宣伝されたら買うしか。ブロマイドだってもうこれは買えないから、ブロマイドおすすめるしかないの。あ、20時14分なの、誰も教えてくれないじゃん。20時10分、長いなって思った。そう、これはもう買えないから、同じブロマイドがあるから、ブロマイド、ブロマイドならまだ買えるし、同じだから。教えたら終わっちゃうじゃないかってまあそうだけどさ、意外と長いなって思いながら。落語では大人のロボットよく喋りましたねってね、本当に。でもそういうやつおるよね、なんだっけ、シリじゃなくてアレクサだっけ、喋れる、会話できるやつ、アレクサみたいな。ベジータさんこんばんは。おじちゃんこんばんは。あ、着物はね選べなかったです、これは決まってた。アレクサです。カズさんこんばんは。アレク
く福寿ありの着席さん、こんばんは。よいしょっと。え、アレクサじゃないですっけ。あ、足が映った。アレクサです。そう、ズームで2人稽古も一緒にしてました。そうそう、でも2人落語はレッスン少なかったです。5回ぐらいしかやってないです。5回もやったかな、そんぐらいか。30分を5回。公演ね、そうだね、ないね。もう6月かな。若春さん、こんばんは。アドリブの開始、まあそうだね、アドリブはでも結構いけるなって思った。配信もアドリブみたいなもんだから。ジンさん、こんばんは。生誕祭はまだわかんないね。私はまだわかんない。6月のでも後半じゃない？私15日だから、もっとあと。ジンさん、こんばんは。アドリブ、インタビューとかアドリブだから、アイドルは結構アドリブの方が強いのかもしれない。最近ぐっすり寝れてますか？最近は寝れてなかったけど、でも今日は寝ようと思ってる。雪にかき記憶力ね、良くない方だと思ってるんですけど、でも落語は結構苦労することなく覚えれた。ロボリンさん、こんばんは。そう、記憶力でもどうなんでしょう。坂道登ってほしいですね。何それ、生誕ティー。生誕ティーまだだもんね、確かに。僕覚えれるのすごいと思います。ありがとうございます。ジェラモンが真顔すぎて最初怖かったけど、いい人すぎてね。そうなのよ、ジェラモン。まあロボットだからね、真顔なの。ひよりももさん、クマありがとうございます。ひよりももさん、なんか久しぶりな感じする。生誕ティーはもうデザインは出してるけど、そうそうそう、まだです。まあそんな期待はしないでくださいよ。提出期限短かったからな。しかもレッスンの最中の、落語の最中で、提出期限前日に夜起きて書いたっていうか。メータンさん、こんばんは。あ、でも着やすいですよ、普段着れる。
間に合うといいな。確かにそろそろ出るってことかな。本通り全然歩ける。メーターさんこんばんは。そう全然着ていける服です。普段使えるので、そう私も普段使いたいなと思って普段使えるやつにした。まあ多分そろそろなんじゃない、確かに間に合うようにするなら。パネル層めっちゃ大きい。配信画面で入りきらん、伝わらん全然。今何時ですか？そろそろ終わろう。20分ぐらい。22とか。お、22。ラストだ。ペンの色はそう気分です。見てたらあんなベラベラ喋ると記憶力いいな。でも確かにね、なんで覚えれたんだろうね、私もびっくり。でも2日に1回とかでレッスンがあったから覚えれた。りょうやさんこんばんは。マイレッスンで1回通すんですよ絶対、最初から最後まで。だから自然とレッスン重ねてたら頭に入ってた、最後の方には。時間ぴったり、わーい、22分だった。レッスンでも回数は多かったけど1回1時間なんで秒で終わる。落語一つのお話が約20分なので両方通すんですよ。大体40分でしょ。でアドバイスもらって終わり。数は多かったけど1回1時間だから。まあでも歌みたいなもんかな、歌を覚えたみたいなもんです。もうリズムともう口の感覚で覚えるみたいな、勝手に口が喋ってるみたいな感じ。最近ハマってるドラマ、最近見てるドラマはあのマイファミリーってやつとインビジブルみたいなやつと3つか4つ見てるんですよドラマ。あと何見てたっけな、何見たか忘れた。ゆうきにゃんさんこんばんは。そう1回1時間1回1時間だけど通したら20分かかるんで、ほんとすぐ1時間は。家政婦の三田園は毎回は見てない、たまに見てます。あともう一個なんか見てるんですよ、三つは見てるんです。あ、あれだ、思い出した。お金持ちのところに嫁に行くやつ、なんだったっけな、なんとかな、なんとか思い出せない、なんとかなきなんとかみたいな、なんとかなきなんとか。ともっちさんこんばんは。あ、やんごとなき一族、それだ、それを見てます。それ面白いんですよ。なんとかしかない、あるありますよ。なんとかな、ん、なんとかなきなんとかです。やんごとなき一族、なき、そう、なんとかなき。金田一少年のやつは見てないな。やんごとなきは見てます、面白いです。そうそうそう、あとマイファミリーも面白いですね。あとあれも見てます、斉藤渚さんが出てるやつ、
泣き、なんとか泣き、堀さんこんばんは。地上波ですよ全部ドラマ。タケトさんこんばんは。そんなもんですかね。あの元彼の遺言状みたいなドラマも見てたんですけど、一回見逃してしまって、ドラマ結構一回過ごしたらちょっと分かんなくなるので、分かんなくなった。心の困りごと相談室さんこんばんは。TVerで見れるね。よし、じゃあ配信終わります。ランキング読みます。13位、いもけんぴさん。12位、りちゃさん。11位、レスティさん。10位、やすルーパンさん。9位、ひよりももさん。8位、ハムビーさん。おお、久しぶりだ、ハムさん。7位、ハワイさん。6位、オーカさん。5位、のなめさん。4位、だいだいさん。3位、るいさん。2位、みじまろんさん。1位、うどむさん。ありがとうございました。すごい、ちょっと違う時間にやったから壇上がちょっと違う。落語って絶対に左右を見て喋るの、なんでだろうって思いました。役を分けてるんですよあれ。わかりやすく、右向いてる時は私だったらマツコ、左見てる時は鬼、正面がエンマみたいな感じで。そう、あやパンだったら右向いてる時はあの普通のあの女の子で、こっち向いてる時はぶりっ子の女の子みたいな役分けです。今どっちが喋ってるっけってなったら、ああこっち向いてるから主人公かみたいな感じで分からなくなっても分かりやすい。カメラに、カメラ見てないんですよ。あ、歯に口紅がついてる。カメラ見てないんです。あの右上みたいな、右上の窓みたいなとこ見てました。右上の窓ぐらいがちょうどいい。窓見てました。カメラは下の方にあったから。そう、でも語り手の時はカメラ見てた。語り手っていうのかな、あらすじ読む人の時とかは正面のカメラ見てました。おやすみ。モニターはほぼないようなもんです。ないです、見えない。それでは終わります。お疲れ様でした。おやすみなさい。